柏駅は奈良県柏市下谷市一丁目にある西日本旅客鉄道和歌山線の駅である。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを持つ地上駅。ホームの高さは国鉄時代からかさ上げされておらず、電車の床面と比較するとホームが低い。駅舎は一番乗り場側にあり、島式の2.3番乗り場へは、 小選橋で結ばれている。王子鉄道部が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であり、緑の窓口が設置されている。かつては、終日にわたり、駅員が配置されていたが、現在は早朝、午後、夜間にそれぞれ無人となる時間帯がある。IC カード乗車券、移行家が利用することができ、 自動券売機及び簡易式の自動改札機が設置されている。トイレは改札内に設置されている。いずれの乗り場もホーム有効長は6両で、1番乗り場が上り本線、2番乗り場が中線、3番乗り場が下り本線である。2番乗り場は原則として営業列車は使用しない。回送列車や臨時列車が使用している。下田駅時代は青森県にある。 東北本線の下田駅特別するため、乗車券には、下田と記載されていた。2018年度の1日平均乗車人員は1586人で、ある。奈良県統計年間によると、1日平均乗車人員は、以下の通りである。市名である、柏を冠しているが、特に、柏市の中心駅というわけではなく、周りに大規模な事業所や商業施設もないので、 付近の住民の通勤通学利用が主体である。柏市の実質的な中心駅は近鉄大阪線の五移動駅であり、市役所も寄り駅は近鉄下田駅である。真見川丘ニュータウンには近いものの、当駅へアクセスする道路が狭く路線バスの運行もないため、同ニュータウンからのアクセスの利便性は良くない。市内約280カ所に設定された乗降場所のほか。 利用登録者の自宅にも直接向かう、利用登録済みの柏市民の未乗車可能、土急運休、下大器に関するカテゴリー、ありがとうございます。